松村邦洋、ためにならないチャンネル、どうもよろしくお願いします。月曜日は大河ドラマどうする家康の取っ手出しということで、今回は第40回。すごいですよ、この40っていうのは結構キーワードですよね。滝田栄さんの徳川家康から今日の徳川家康どうするまで40年かかってますし、松潤さんの年齢も40年だし、滝田栄さんの家康の時に松潤さんが生まれたっていうのもね、第40回、天下人家康視聴率は 11.1% ですね。はい、111ですね。僕のあの小学校の時の通知表みたいですけどね。まずオープニング、石田三成がね、この人の祭り事っていうのはもう明治維新だったら通用するんですけど、なかなかこの時代は難しいでしょうね。石田三成が力でなく知恵、天下人を支えつつも合理によって祭り事をなす、これが私の夢だっていうね。まあ実現不可能、人心把握にちょっとまあこの時代にしちゃ欠けてましたですよね。回想シーン多かったですね。酒井忠次の嫌われなされ、天下を取りなされって、ちゃちゃのあとは私に任せよ猿って、ちょっと最後悲しいシーンが、北川景子さんのシーン回想一気にして、まあ主題歌という形になりましたですよね。まあ1598年に秀吉がついに死にましたと、朝鮮出兵の途中で亡くなったわけですよね。秀吉が死んだんで、五奉行と五大名ですかね、五大老って言わないんですよね。学校の授業とかで僕ら五大老って言ってるけど、この時秀吉が大老という名前つけてたかどうかですよね。五奉行はね、石田三成ですよ。そして真下長森、浅野長政ね、ポンセみたいなあのヒゲですよね。スーパーモリマリオみたいな、朝鮮出兵はやめろなんて秀吉の前で言っちゃったっていうね。そして夏香正家、徳善院元尹、これの前田元尹で出てたんですけど、もうここ前田元尹で統一でいいかなと思うんですけど、金地院数伝が金地院で出る時は徳善院で出た方がいいんじゃないかとかね、そういうちょっとした流れがありますよね。まあそして、五大名ね、毛利輝元112万石ね、国高までこう出て紹介してましたけど、上杉景勝ですよね。貴乃花親方がね、上杉景勝のファンだったから、貴景勝と書いて貴景勝名前をね付けたっていう。上杉景勝が120万石、宇喜多秀家57万石、これ八丈島に流されますしね。徳川家康250万石、前田利家がまあまあの後々加賀100万石、毛利は膨張2州に終えられるし、上杉景勝だって狭くなりますからね。秀頼が成長するまでこの五奉行が祭り事を行い、支えて五大名が支えていくというこの十人衆でやりますが、今後ともよろしくお願いしますっていう、まあ石田三成が執権のような形で、五奉行が祭り事をするということなんでしょうけど、これがなかなかね、鎌倉時代の北条氏じゃないけど、これうまくいかないんですよね。そして家康がね、無論異論はない、もう偉い身分ですよね。もう狸に本当なりましたからね。再び天下が乱れることはあってはならん、ご一同も異論ござらぬなって圧をこうかけていきましたですよね。そうすると隣にいたね、ござらぬ、仰せのままにってね、毛利もありませぬ、同じくと、上杉もみんなも仕方がないからね。そしてみんながこう解散して、家康も頑張れよ三成っていうような、そこはまあ空気もある、本来こんなシーンはないとは思いますけどね。で毛利輝元がね出てきましたね。元わはは本舗の吹越さん、いいんですよね。ジーブ、気をつけられた方が良いかと存ずるが、万事話し合いをもってなどというのは力の等しい者たちでなければ成り立たぬ。ジーブ、人の心には裏と表があるものどーというね、パーンと毛利輝元がね、狸
狸がいるぞ、あいつは狸だぞと毛利輝元、小早川吉川家を挟んで毛利輝元、ジブ、そなたは頭は切れる、人心を読むことはしかし長けておらぬな、ジブジブって、今回ジブ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 の書、ジブジブジブの書ってジブ関係の言葉が36回以上あったようなね、この毛利元就っていうのはもともとは鎌倉時代13人のね、まあ、ヘッドハンティングされた大江の広元の四男の、また四男が広島の方に逃げたんですよ。だからこの大江の広元の元を代々名前がね、元なりとか高元、その子供照元とかね、大江の広元と同じようなこと言いますよね。最も頼りになるものは最も恐ろしいってね、ああいう頼りになる人は表と裏があるよっていう、こう言ってる、もう大江家のなんか教えみたいなね、子孫なんですよね。まあこのまま行くと十二州は形だけだぞと毛利輝元にこう言われて、三成の家康をちょっとこう疑いかけてきましたね。あんまの星を一緒に見てた仲間なんですよね、家康と石田三成は。ここでも隣がなんかいろいろ言う、みんなが言うことでだんだん疑ってきましたね。もう本当あの前回前々回までやるともう関ヶ原の戦いは絶対ないなっていう、友情のような二人だったなという感じでしたけどね。ジブがしっかりやりましょうかなんてあちゃまで心配してたりして、こんなね、あの石田三成と徳川家がこうなんかほのぼのとして、癒着関係みたいな感じで仲がいいのはないでしょうけどね。忠勝が言ってましたね。天下は力のある者の持ち回り、それでジブなんかにやらせるべきじゃないと本田正信がね、その通り、このめちゃくちゃな戦の後始末、勝手てる、今勝手に出ることは一つもいいことではない、今は息を潜めることかなということを言っておりましたね。まあそうこうしていくうちにね、朝鮮出兵は大変だったんです。7年ものにわたりね、で豊臣が撤退しまして、これ撤退もうまく撤退していかなきゃいけないし、加藤清正、黒田長政、蜂須賀家政ですよ、蜂須賀小六の息子ですよね、まあほんとで、この3人と石田三成が会うわけですよね。殿下がお隠れになったようだな、死んだんだなって言った時、あ、亡くなりました、ここだけの話って、いや、いいものを今は言えぬって、あれがね、また心が小さい、もうああいう身内には言わなきゃ、一緒に一と虎と佐吉のもう3人のあの仲なんだからね。大丈夫でござるぞ、戦のしくじりの攻めは不問といたしまする上って、それで怒っちゃってみんな、しくじりだとてめえこの野郎と、てめえの方が余計なことばっかり吹き込むからってね、今日に帰れば茶会を開いて盛大にやりまするぞ、そんなとこ行くかバカ野郎っていうね、人心把握が本当にダメですよね。加藤清正怒ってましたもんね。おい自分の将、お主はな、わしらがどんな戦をしてきたか、兵糧のない中何を食ってきたか、皆には、皆にはな、茶会じゃない、わしが会を振る舞う、もうちょっとうるっとしましたよ。朝鮮出兵で頑張ってた戦功者の人たちですよね。この生活もう本当ね、トカゲを茹でて食ってたっていうかね、大変だったらしいですよ、お茶じゃね腹は膨れませんよね。秀吉のに、秀吉の死に目にも会えない加藤清正、福島正則、ほんと辛かったと思いますよね。援軍も兵糧もないわけですよ。これ和睦交渉が難しかったんじゃね、なかったですかね。これは大変だった。もう藤堂高虎も福島正則もね、もう五奉行この野郎っていうね、あいつらダメだっていう。官僚 VS 武闘派なんですよね。生徒会の執行役員対番長五人衆ですよね。生徒会の執行役員も役員の先生がいなくなった瞬間から、おい先生がいるわで間偉そうだったけど、てめえこの野郎ただじゃ済まねえぞって番長は怒るわけですよね。
これなんですよ。だから武闘派と頭のいい官僚派は合わないですよね。八須賀家政も合わない、ね、で北の政所はちゃんと分かってるから、ねえ、ジブ、あんたね、一言詫びを入れて酒でも組み合わせばいいのよ、一歩降りてそういうみんなと仲良くしたらいいのよって。なんで私が間違っているのは奴らですよ。なんで俺が詫びなんか入れなきゃいけないんですかっていう、北の政所にあんなものの言い方するんですよね。けしからんですよ、石田三成は。俺はもう、真面目一筋の人間ですけどね。で家康もね、腹を割って話し、そなたの考える政を皆にも語ってやったらどうじゃ。星でも見ながらまた語ればよいじゃないか。加藤も福島も一も虎もお前のことは分かってくれるよって言うんだけど、もう一向に聞く耳持たないんですよね。ちょっとなんか難しい、性格的な難があるっていう難しいちょっと障害が石田三成にはなんかありますよね。で北の政所も、あの子はまっすぐすぎるの、世の中は歪んでおる、あの人がわやくちゃりしていってしまったのがいかんのですよ、やりたい放題に。自分がもしダメだったら力のあるものがやってもらった方が、家康殿やってくださいよという、もう北の政所と家康のこの関係ですよね。この関係が大きいんじゃないかと僕は思います。だからあの淀殿も家康、北の政所が起こしたところに家康と三成の関ヶ原があったように今までは描いてましたけど、ちょっとこの今回のドラマはまた一味違うなと思いますよね。不穏な動き、そして、これはもうね、政信の方もね、家康にちゃんと情報を届けるんですよね。探らせておりますが、やはり不穏な動きがあちこちであるようでと。伊達政宗殿下が見まかったことをあからさまに喜んでおると。上杉にしろ毛利にしろ、殿下に最後まで抗ってた連中は皆この時を待ちわびていても当然。自分は悔しいでしょうなあというね。ここはやはり殿が表舞台に立った方がって言っても、急がず急がずじゃ。わしは裏で危なかしい者の首根っこをつかむぐらいがちょうどいい。伊達、福島、加藤、八須賀、黒田、この辺りをやっぱり味方に引きつけるために、まあっていう言い方もあるんだけど、首根っこをつかんで暴れないようにするという解釈ですよね。暴れないようにするだけで、だけどまあこれは実際のところ婚姻関係を結んで徳川派に来てくれと、秀吉の武闘派七本槍の人たちをいくらか何人かこっちの徳川サイドに来てくれよという婚姻関係を結ぶことで徳川派になってくれっていうんですね。まあ天下が乱れるのをこのまま見物してもいいんだけど、少しずつ動いていったということですよね。淀殿は警戒しますよね。大阪城に入った秀頼も不安だと思いますよね。まあ徳川殿が我らを支えてくれる、これはね、そんなわけがないと三成の耳元で本当のことを言いましたですよね。私はそなたよりもあのお方をよく知っておる、あのお方は平気で嘘をつくぞ。ここでまた三成が家康を疑う、どん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 みんなからの入れ知恵で疑う、星を見てた家康が疑っていくわけですよね。御奉行の毛利もね、もうここで言わんこっちゃなあや、ジーブ、これは天下三奪の野心ありと見るほかないぞ。勝手に婚姻は禁止。太閤殿下のお決めを破りになったということですな。石田三成もね、太閤殿下のお決めに背くこと誰であっても許されません、徳川殿には謹慎していただくべきと存ずる。家康もね、わしとしたことがうっかりしていたって、これ本多正信の入れ知恵ですよね。ああ、津川さんも言ってた、わしとしたことがうっかりしておった、わしも暴録したのかろう、ああそうであった、許可を得ればなあって、謝ったら済むだろうって、
ここ力で圧力ですよね。まあ秀吉の遺言を実行してちゃんとしなきゃいけないところ、これ増田長盛やね、夏川正家が何言ったところで、力関係がもう家康からするともうこれはね、国際連盟の国際連合の社員だっつっても偉い方が来てもなかなかバイデンを動かすとかって難しいと思うんですよね。家康がね、あ、ちょっと今回は行き違いであったか、うん、首根っこをつかまないといけなかったんで、ちょっと今回こういうことになってしまって申し訳ないって言い方をして、これ全部正信の入れ知恵なんですよね。うん、もう本当正信が家康のやったこともちょっともう泥棒してるようなね、セリフ泥棒じゃないですけど、こうちゃんと正信、松山源氏さんがもうほとんど仕切ってやってた流れじゃないですかね。本多忠勝、榊原康政、井伊直政殿に何かありましたら軍勢を率いて駆けつけて しまうかもしれないですぞって言ったら、増田長盛もああいうこと聞きますと、夏川正家とかもああいうこと聞きますよっていうことですよね。言うことを聞かんやつらでな、うちの家来は言うことを聞かんやつらで、わしも手を焼いておるって、もうタヌキですよね。もうこの辺はいい、この辺はいい家康、家康徹底的にこっからしたたかになってほしいなと思うんですよね。毛利輝元も、それは戦も辞さぬということか、我ら一同組めば徳川の相手といえども徳川倒せるんじゃないか、ただはたわごとは申されるなって、もう揉めちゃいかんよっていう前田利家がちゃんとこう言ってましたね。ここは穏便にって言うと、石田三成がパーッと言い返す、道理が合いません、道理では祭りごとはできぬ、はあ、じゃあわしの方が誤ってうまくいく、お決めを破ったのは徳川殿、なんで我々が謝らなきゃいけないんだって、謝れ謝れっていうのはこれが続くわけですよね。北の万所にも謝れと言われる、前田利家にも謝れって言われる、悪いのは向こうだろうと、生徒会の執行委員の生徒会長の三成は許せないわけですよね。もうだん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 四奉行にそそのかされて、三成が挙兵をするような、焚きつけられて、で三成の方から諸大名を動かしたんじゃなくて、周りが三成を挙兵させたという新しい切り口ですよね。だって実際ね、証拠はないですから、三成の書状がないから真実なんて分からないですからね。だって三成の書状があると謀反の疑いかけられるから、家康の書状しか残ってないんですよね、ほとんどね。うん、で家康は石田三成を呼びましたですよ、ちゃんと謝りましたね。でもこれはね、こたびのことはわしも先女であった、誤解は取っておきたい、そなたの味方である、ね、そなたはようやっておる、今の形祭りごとは困難だ。ところで豊臣家からわしは政務を預かりたい、共にやらんか、この言葉で石田三成、ああやっぱこの男タヌキだったか、タヌキ、皆が言うことが正しかった、天下三奪の野心ありと見てようございますなと言ってましたですよね。このあとまた前田利家のとことちょっとこう言いに行きますけどね。でまた詫びを入れろと前田利家に言われたら、悪いことしたのは家康なのにやってられないですよね。家康も天下太平のためってやむを得ぬのだっていうことですよね。だったらっていうことで石田三成怒りました、家康の前でね。不埒な福島諸将を処罰してくれるのが当たり前でしょう、それがあなたの役目じゃないですかって言ってても、なかなか家康は難しかった。家康はとうとう前田利家のところに、相談に行くわけですよね。そうか、治部とぶつかってしもうたか、治部が生まれたのは桶狭間の年に、だからそなたが兵糧入れをした戦、壇の浦上級の戦と同じ、つまり三成からすると古の物語であると、まあまあそこまででもないでしょうけどね、治部だけではないっていうことですよね。でまあ1ヶ月後利家は亡くなるわけですよね。だから信玄、信長、勝頼、秀吉と渡り合うて戦った貴公の神代の昔のオロチの見えておろうのを
だから、ね、三成からすると神代の昔のオロチに見えておろうのって言ってね、皆気候が怖いのよ、わしの息子も気候が怖いと言っておったって年中が、ああいやいやそんなって言ってね、怖がっておる、そなたは強くなりすぎた、うん、もう腹をくくるしかない、うん、っていうことですよね。出てこい三成、出てこい自分なんて。本当はここでね、家康の屋敷に逃げ込むのパーッと早く行くように流れになってんですけどね、本多正信が自分を守ろうと毛利上杉らが加わると、これは立派な大戦になりまするぞ、これはなんとかしなければということですよね。三成腹を切れっつってね、そうするとまあ本多忠勝が、おい眠りを妨げるのは勘弁してくれ、このような大騒ぎではな、おいやっていけんぞ、うん、家康が寝れないじゃないかっていう本多忠勝がビシッと言うと、もうみんなも言うことは聞いてパッと呼ぶわけですよね。で家康の屋敷にみんなが集まって、まあここらが潮時かもしれんの、家康が出ていくんだなと、もうあなたは表舞台に立つべき三成ではダメだっていうことをみんなに植え付けるわけですよね。そこに、あちゃが湯漬けを出すから、加藤清正も福島も三もうみんな家康派に、変わっていきますよね。で全て身を引き我が城沢山へ行きますと、もう石田三成も言いました。ご処分慎んでお受けいたしまする、全ての政務から身を引き、頑張りますると、秀吉の武闘派の家臣にね、まあまあ言うことを聞かなきゃいけなくなってしまったということですよね。もう、ただ私は太閤殿下のためにもっと悪いやつらはあいつらであると、それは紛れもないこと、間違ってないという、私には自負があるっていうね、自負があるっていうね、自負で本当に自ら負けるわけですけどね、自負っていうことですけどね。そして、沢山まで行く、お送りする人がなんとおまんの方が産んだ結城秀康、結城の家に養子に入ってますけど秀康ですよね。沢山まで、ご厚遇いたしまするかたじけないって言って、このあとね結城秀康は石田三成からね、刀もらうんですよね。石田正宗を渡すっていうことなんですかね、だから本当にね、結城秀康も天下は取れなかったんですけどね、信孝も神戸信孝もその信長の子供だけど、やっぱ養子に行ったやつはもう天下取れませんのでね、結城秀康もそうだし、武田勝頼とかでも諏訪の勝頼ですよ、いつまでたってもね、側室の子であり、なかなか一回養子に行った人はなかなか跡取りにはなれないということですよね。ただまた星を一緒に見ようぞ三成って言ったけど、とんでもない、もう会うのはここで終わりですと、違う星を見ていたようじゃっていうことでしたね。修羅の道をこれから家康は行かねばならんとね、竹に、まあ、そういうふうな流れになってましたね。秀頼を置いて松潤家康が、まあ、これからね、ちゃんと仕切っていかなきゃいけないわけですよね。これより豊臣家と秀頼様御ため力の限り励まねばならん、天下太平目指す者は徳川家康が放っておかぬっていう、ね、太平を目指す者は徳川家康が仕切って、ここにねよあの秀頼なんかいると よかったですよね。よあのちょっとこう徳川家康がもうみんなを組んで、これはねみんなに対してこう言ってると、俺が天下人だよっていうのをもう言ってるってことですよね。もう上杉も毛利もしぶしぶはあはあって自ら要になった、新しい政をするんだよということですよね。秀頼はそれを決めて、ああ良きに計らえ、もう言葉を覚えさせられてるだけですからね、あのちっちゃい子供がね、良きに計らえ、執着至極ってそればっかり覚えさせられてるからね、まあ、今回僕ね思った、石田三成の中村ね
七之助さんはあの肖像画の絵にそっくりだからちょっと面白いなと思いますよね。なんか似てるなと。こんなに肖像画に似てる人いない。どんどん松潤さんもあの肖像画に似てきたなっていうね。もう来週は徳川家康を成敗するなんてこう強く言ってましたですよね。だからいろんな方々から徳川家康はいろいろと勉強してきたわけですよね。今川義元からね、戦乱の世は終わらせねばならんど次郎丸とね、信長も、俺は覚悟ができてる、お前はどうだって秀吉はね、天下はどうせおめえに取られんだろう、ね、で武田信玄が、弱き主君は害悪なり、滅ぶが民のためなり、天下を取りなされ、ね、でこうお茶をぐーっと、ね、あの薬をこう作りながらやってましたですよね。まあ、今回の大河ドラマ今のところちょっとワースト2位だみたいなことを言ってましたけど、全然すごい面白い出来になってますし、こっからね実は僕視聴率が上がってくると思います。17、18ぐらいまで上がるんじゃないかなと僕は、思いましたね。三成の三魂のお茶とかね、柿は単に悪いと、最後ぐらいお茶まで飲ましてやらいいの。ここだと毛利輝元非常にいい役ですよ。これ裏切りますからね、いや面白いと思いますよね。面白い。道理権力じゃなくて権威っていうものが大事なんだよということを教えていただいてんじゃないかなと思いますね。桶狭間から40年経ったということなんですけど、今日は40回という家康ですね。さあ、前回の動画にいただいたコメントを紹介します。ありがとうございます。平原勝さんですね。マロアカジ、三国連太郎、中村梅之助、素晴らしい息子さんです。もう息子さんがみんな大河ドラマに出てるっていうのがすごいですよね。で、太田さん、天下を譲るから秀頼は殺さないでくれっていう最後に見せた人の心、秀吉の心ですよね。秀頼は殺さないでくれよっていうね、これ和川淳さんですかね。室さんのラストのシーンと北川景子さんのね、淀殿の表情はもう最後去るって言ったと本当に悲しんでる表情良かったですね。そして安さん、エビすくいが最後、ご本家のエビすくいがあって良かったですと。エビすくいはこれから名古屋の盆踊りどんどんエビすくいやってほしいですね。そして亀さん、直江城の下りはナレーションじゃなくもっとしっかりやってほしいなと。桜高明さんですね、くたばる秀吉タイトルなかなか面白かったなということですよね。まあ家康の部分っていうのはちょっとこう面白く描かれてたんじゃないでしょうかね。松村邦洋、ためにならないチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。